先生よろしくお願いします。はい、よろしく。クラスの男の子に好きなんですけど。男の子が好き。はい、うん、どういうふうに気持ちを伝えたらいいのかなと思って、うん、じゃあまず君何歳？14歳です。14歳、はい、中学2年生3年生そうです、2年生です。お名前なんていうの？名前はよしこです。よしこ、はい、よしこちゃんはどこに住んでるの？東京です。東京のどの県？東京の西東京です。西東京ということは、はい、あっちの方だね。あっちの方じゃわからない、山梨とかの方かな、それとも神奈川とかの方、まあ、そうですね、はい、八王子とか。八王子とか、はい、高梨とかあっちの方だね、確かにね。そうです、うんうんうん、で、どういった男の子が好きなんだい？私の今僕っていうんですかね。その私の好きな子はとても面白くて。面白い、うん、はい。で、顔はどんな感じなんだい？顔は嵐の二宮君みたいな顔してます、ね、彼に演技うまいよね。そうですね、うん、はい、二宮みたいな男の子が好き、ま、っていうかその子がそれに似てるっていう、その二宮君に似てると思います。その彼も同じ年なの？同級生なの。同級生、はいはい、年上の男はどうだい？年上の男の人ですか、うん、あ、いいんじゃないでしょうか。例えば25歳ぐらいどうだい？いやちょっとよくわからないですけど、うん、はい、25歳の男はいいもんだよ。はい、先生25歳なんですか？うん。先生面白いですね。いやいや、よしこちゃんは芸能人で言うと誰に似てるの？私ですか？うん、私は特に誰って言われたことはないですけど。自分ではどう思う？自分ではそうですね、伊藤美咲に似てるかもしれない。伊藤美咲に似てる、はい、ぜひサメールを僕に送ってくれないか。いやいや先生、私の相談に乗ってくださいよ。いやいや、僕の相談に乗ってくれよ。いや先生、ん、困ったな。困るな困るな、サメを送ってくれ。先生、私を誘わないでくださいよ。いいじゃないのいいじゃないの。私のその好きな男の子にどういうふうに告白したらいいですか？私は野川先生が好きって言っちゃい。いや野川先生は好きじゃないです。これから好きになるかもしれないじゃないか。そんなこういうとこで誘ってくるなんてずるいですよ。いいじゃないの。先生嫌い、ガチャ。ああ、はい、というわけでね、人生相談が無事終了しました。はい、エロエロ。ダメですよ、誘っちゃ相談なんですか。いいじゃないの、いいじゃないの。職権乱用だよ。職権乱用すぎますね。いいんだよ、これがいいんだよ。はい、はい、うん、ということで、というわけで先生の人生相談でした。来週以降はね、僕のアメブロのメッセージに来てる相談とかにもこれで乗っていこうかなと思ってます。あ、そうなんですか。はい、わかりました。もちろん匿名でね、採用する際には一回ご連絡させてあげると。あ、そうなの。はい、書かないと思いますけどね。いやいやいや、はい、あくまでブログではなくメッセージの方ですからね。そうです。はい、というわけで、はい、次のコーナーは、はい、例の、あ、はい、ね、ヨッシーのこれだし2007夏、イエーイ。いや、もう秋でしょ。あ、秋だけど、まあ夏、イエーイ。いやいや、もう10月も半ば過ぎてますよ。まあでも夏の方が面白いから、夏、イエーイ、イエーイ、はい、はい、というわけでこのコーナーは、うん、僕が振ったお題に対してヨッシーさんがボケるっていう、はいはい、そうですね、なかなか日によってまちまちなんですけど、まちまちで、はい、それでは、まず1つ目、はい、はい、じゃあですね、茶髪。茶髪、はい、茶髪難しいですね。私は髪の毛ずっと黒いんですけども。染めたこと一回もないですね。ないですね、あれは例えば茶髪にしてばどうしたらいいんですか？ブリーチとかで塗ればいいじゃないですか。ブリーチ、はい、それはだから色をつけるものなんですか？そうですね、髪の上から塗るものなんです。それは取れないと。そうですね、新しい髪の毛が入ってこない限りは、まあ、それいろんな色があるんですか？茶色以外に。ありますね、金とかオレンジとか。基本的にその奇抜な、まあ本当の真っ金金とか真っ白とか、うん、そういうのにするときは、
一回も髪の 黒の色素を落としてしまうんですよ。へー、はいはいはい、その後に塗っていくような感じ。そのあとシャンプーしても落ちないの？落ちないですね。あ、なるほどね、うん。まあ茶髪はなんか茶色だから、なんかなんだろう、はい、なんで茶色がいいんでしょうね、うん、黒っていうのが嫌なんじゃないですか、きっと。黒いいと思いますけどね、なんかアジアンビューティーみたいな感じでね。まあもちろんそういう意見もあるんですけども、でも黒じゃ嫌だっていう。ああそう、黒が嫌だ。じゃあ赤とか黄色とか緑とか、うん、いろいろね、うん、うん、でもいいと思うんですけどね、うん、どうせ染めるんだったらね。なんか赤くしたい人には、あのそいつのうちに忍び込んで、はい、シャンプーの中にケチャップ入れてやるみたいなねいやただそれだと、うんうん、あと黄色にしたやつはカレーをみたいなシャンプーが臭いだけで、緑にしたやつは青汁をみたいな。でシャンプーが臭いだけで、うん、なんだ、色が染まらないじゃないですか。でも家帰ってさ、シャンプーのあのボトルのとこでさ、キュッキュッってやったら、あ、ケチャップだって言ったらびっくりするでしょ。間違いないですよ。ポテトって言っちゃうかもしれないよ言ってない。お風呂場で食べるんですか。そう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 、なんでみたいな。なんで、うん、よくわからない。まあ茶色はちょっと思いつかないですけどもね、はい、うん、でもいろんな髪の色の人いますけども。いるね、うん、こういう髪の色の人がいいとかあります？黒がいいですね。やっぱり黒なんですか。うん、うん、うん、そうですか、うん、はい、ジェニーさん、そうだそうです。はい、はいはい、次、もう一つネタいきますか。はい、はい、じゃあブービー賞。ブービー賞、うん、あービリから2番目みたいな。そうです。あれなんでビリから2番目をブービー賞って言うんですか。ブービー、わかりません。わからない、意味はわからない。ブービー賞、あーなんかブービー賞、ビリよりもなんかいい、ある意味ちょっと羨ましい的な感じもするね。僕はその半端なの嫌いなんですよね。あーそう、1位かビリかみたいな、そういうのが好きです。1位かビリか。あー、ビリじゃないですよ、ビリですよで2位とか3位もダメ。嫌です。でもほら、オリンピックとかだと金メダル、銅メダル、あれ金かビリかでいいんですよ。あそう、ビリだとそもそも脚光浴びないからね、普通は。でも2位3位で称えられるよりは、うん、もうビリで、すいませんでしたって土下座する方がいいかも、ね、うん、まあでもブービー賞は狙えても狙えないかも ね。そうですね、うん、これぐらいがブービーだろうなんて、そういう風に適当にやったら本当にビリになりますからね。そうだよね、うん、なるほどね。ブービー賞で考えるのは難しいね、うん、ブービー賞、ブービー賞になった人が、はい、まあ多分そういうのって運動会とかそういう話でしょ。まあゴルフのコンペとかボーリング大会とか。あだ、まあ例えば小学生だったら、はい、まあ自分 の机あるじゃない、はい、そこに座布団敷いてあるじゃない、うん、それを座るとブービーとかなるとかね。いやいや、それはブーブークッション。ああそう、いや、ブービー賞のやつのところがブービー、ブービー、何のブービー賞ですか。なんで俺3位だったのにみたいな俺のとこに置くなよみたいなさ、隣の山田のとこに置けよみたいなさ。で山田も、俺ブービッシュだったのにブービーってやらなくてよかったみたいな感じで、まあ、小学校の頃はそういう美味しいことが美味しくないですからね、基本的に ね。結構傷ついたりしちゃいますね、うん、すぐ泣いちゃいますしね。泣いちゃうしね。先生のことお母さんって言っちゃったり。そんな人いる。いや、いましたよ。女の先生だったんですけど、あお母さんって言って、もうクラス中みんなが笑って、そいつ泣き出してみたいな。野町くんまで言ってたんじゃないですか、おふくろさんとか言って。おふくろ、僕自分の母親のことはお母さんともおふくろさんとも呼ばないんですよ。え、なんて言うんですか。名前にさん付けなんですよ。変わった家庭ですね。いや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 、いろんな家庭があって当たり前じゃないですか、そんなね。まあでもあんま聞かないですね。うん、なるほど。まあ私的にはちょっとブービークッションみたいな感じですね。いやいや、ブービーショーでブービークッション。ブービークッションじゃない、うん、ですけども、はい、うん、